長尾正影と戦闘員の肖像戦闘員、戦闘員、または協力元年慶長を14年2月15日は戦国時代から江戸時代初期にかけての女性。父は長尾ため影、母は上杉氏。長尾正影の性質で上杉影勝の母。名は綾と伝わる。越後国の戦国大名、長尾ため影の娘として誕生。聖母は、 上条上杉氏の娘で、腹違いの実定に、上杉謙信がいる。上田長尾家の長尾正影へ性質としてと次、婚約が成立したのは、天文20年と言われる。二男二女生み、長男の吉影は10歳で創生したが、次男の継承は、実施のなかった、謙信の養子となってその後を継いだ。また、江戸時代の軍機物の影響により、長女が畠山義春に、 次女が、上杉景虎にそれぞれ嫁いだとされていたが、現在では、長女が、上杉景虎室、次女が、畠山義春室というのが定説である。A67 年、夫、正影が、坂戸城近くの野尻池で溺死すると、謙信に、春す山城へ招かれ移り住んだ。天正六年、謙信死後の上杉家のお家騒動であるお立ての、乱では、 上杉景虎の春日山城退去に従い、景虎の性質である娘ともに、た立に籠るが、戦後には、春日山城に戻った。その後は、継承の飛護を受け、慶長三年の合図や慶長六年の米沢と、上杉家の違法にも随行する。慶長十四年、死去。母書は、米沢市の臨戦寺にあり、臨戦寺の建立に尽力したことから、 臨戦時中高会期と称されている。なお、臨戦時に残された過去帳を見ると、戦闘員ではなく戦闘員、法名も戦闘員電池三道林座とされている。戦闘員の表記は、資料的価値に乏しい、北越軍団だけに見られるもので、学会では戦闘員が正しい表記と目されている。なお、なおへ加熱具を、継承の近獣に推薦したとも言われる。 ありがとうございます。